はい、今回はですね、今度の日本 VS クロアチア戦の中で、重要、最重要人物の一人じゃないですか。ブロゾビッチですよ。もうこの人を抑えないと。まあ、クロアチアの選手ってね、基本的にはまあ、昔は淡泊な選手が多かったんですけども、まあ今はね、個の力もありつつ、そしてチームのためにもファイトできる、戦えるっていう選手が増えてきたんで。ブロゾビッチ、モドリッチ、コバチッチ、あの3人は強烈よ、マジで。あの3人をね、やっぱ上回らないと、日本のね、勝利はないと思うんで。何歳ぐらいかな？結構いい年よね。前回も出てるよね。あ、30歳か。一番いい時やな。こんなカードあったんですね、ブロゾビッチ。まあそうね、今度のクロアチア戦、本当に中盤との戦いやから、ね、このモドリッチ、ブロゾビッチ、コバチッチ3人に対して、遠藤、守田、鎌田、もうこの3人ぶつかって勝負するしかないよ。まあでもシステムどうすんやろね、今度のクロアチア戦ね。また3バックでいく？いや、それはないよな。なんぼなんでも。ただリスペクトしすぎよな。やっぱ4-3-3かな。でも休めへんからな、また久保使うんじゃねえやろな、本当に。一番空気だった久保さ、なんで、まず、なんで使うんかな？あいつの発想がようわからんよな。まあ、クロアチアもね、この中盤の3人と、センターバックがまあそこそこいいでしょ？なんとかバヤル。で、ロブレンでしょ？で、キーパーでもでかいだけで経験値がちょっと浅いかな。で、まあ、もちろんね、他にもヨーロッパでやってる選手ね、もちろんいますけど、まあ、基本的にみんなヨーロッパでやってるんですけど、突出した選手はいいと思うんやけどね、前線とかでも。まあ、ペリシッチももう結構いい年なんでね、そこまで爆発力はないんで、心配ないかなと思うんですけど。まあ、ブロゾビッチもなんかね、どっからインテルに来たんやろ？それがわからへんわ。ドイツやったかな？忘れたな。わからへん。でも、インテルの中でもね、結構もう中心人物になってきましたよね。まあ、移籍の噂とかもありますけど、もうさすがに売れないんでね、30歳なんで。まあ、そういう点ではインテルで、ね、クラブチームの方をやっていくと思うんですけど。まあ、とりあえず今度の、クロアチア戦、マジで楽しみやね。